はい、12月の25日に、2017年の12月25日に、ビーズからの無料プレゼント最高のやつ来ます。その最高のやつというのは、はい、テレビで12年ぶりに初披露する、いつかのメリークリスマスが聞けるということです。素晴らしい。しかも12年ぶりだったのかっていうところちょっと意外なんですよ。いつかのメリークリスマスって、12年前にだったんだと。僕一回テレビで聞いたことあったんですよ。いつかのメリークリスマス。でも、あれって12年前だったかなっていうふうに思うぐらいに、まあ時代の流れがすごく早かったんですね。はい。とまあ、そこも書くも、とにもかくにも。TBS カウントダウン TV で、いつかのメリークリスマスが歌われるそうです。生放送ですね。4時間半にわたって生放送なんで、題して、TBS カウントダウン TV スペシャルクリスマス音楽祭2017です。出演アーティスト第1弾が発表され、聖なる夜に飾るのにふさわしい豪華アーティストが発表されました。ですね、第一の発表者がですね、西野カナさん、バックナンバー、ビーズ、平井堅さん、ボア、ポラノグラフィティというロック組のアーティストです。ビーズはですね、最新アルバムから Still Alive と1992年に発表し、今もなお愛されている名曲、いつかのメリークリスマスを披露することが決定しています。ビーズはもちろんですが、クリスマスの夜を特別なものにしたいと願うすべての視聴者へ、最高のクリスマスプレゼントを無料でお届けするということは、まあこれは間違いないでしょう。はい。またこれ番組では今後さらなる出演アーティストを発表を予定しているそうです。ちなみにですね、第1弾アーティスト何を歌うかというと、西野カナさんが好き、バックナンバークリスマスソング、平井堅さん、瞳を閉じて、ボアメリクリ、ポルノグラフィティ愛が呼ぶ方へ。これね、ビーズ、まあいつかのメリークリスマスはまあいいとして、いいとしてっていうか、まあ置いといて、平井堅さんの瞳を閉じて、ボアのメリクリ、この辺もなかなか聞いた記憶ないですけどね、テレビで。いいんじゃないですかね。というふうに思います。はい、楽しみにしておきましょう。